一体大変でガス、あんなところに人が。フローラさん、しっかり。私たちこんなところでやられちゃうわけにはいかないわ。そうですわね、私たちの大切な方と再会するまでは決して。あの二人なかなかやるな。だが敵の数が多すぎる。このままじゃ危ないぞ。ならば我らが救い出さねば。いざかかるのじゃ。大丈夫ね。ああ、それで、あなたたちは。私、ドアドキアの族長の娘です。お父様とフィアンセの姿が見当たらず、探していたところを魔物に襲われてしまって、うん、もうダメだって時にこのお二人が駆けつけてきて守ってくださったんです。私はビアンカ、彼女はフローラさん。一緒にサラボナっていう町から来たの。サラボナか。またしても聞かぬ名じゃ。え、もしかしてそれってこの二人も。ああ、アリーナたちと同じように別の世界から来たということだな。やっぱりそういうことになるのでしょうか。この町の様子も私たちの知っている世界とは少し違っていて、不思議に思っていましたの。それで、皆さんは。わしはディルク。この世界を王として束ねる者じゃ。今、世界は危機に瀕しておる。長年我らと手を携えてきた魔物たちが突然正気を失い、人間を襲い始めたのじゃ。我らは魔物に襲われた町を救いながら、その原因を探っておるのじゃよ。魔物さんたちが昔のことを忘れちゃってるなら、何とかして思い出させてあげられないかしら。例えば何か思い出の品を見せるとか。そう簡単な話じゃないと思うぜ。とにかくまずはこの町を何とかしなきゃ。それに族長さんと娘さんのフィアンセも見つけてあげないとね。それなら私たちも協力しますわ。フィアンセと離れ離れだなんて、とても人事とは思えませんもの。なら人探しも込みで作戦を組み直そう。まずは町の重要地点を洗い出す、うん、そして付近の魔物をみんなで追い払う。さらにそこを拠点として。また長いやつ。つまり効率よく町から魔物を追っ払って、族長さんたちを見つけ出せばいいのよね。うん。仲がいいのね、あなたたち。息がぴったりで羨ましいわ。ん？え？おう。そうかしら。ただの幼なじみよ。ね。おう。幼なじみ。素敵ですわね。本当に羨ましいですわ。さあ、行きましょう。早くお父様とフィアンセを探さないと。ね、はい。